はいどうも、向井田です。今回はですね、カズちゃんにアドバイスもらったのでノーカットバージョンにしてみました。まあ、解説もほどほどにね、雑談とかしていくので、まあ、話してほしいこととか、まあ、今後になりますがあったらぜひコメントに書いてみてください。解説って書いてくれてもいいです。それでは行きましょう。はい、それでは向井田が自宅からお送りしていきます。というわけでね、今回から初のノーカット版っていうのかな。それでまあこうやって喋っていこうかなと思います。まああの解説する上でもね、ノーカットの方がいいんじゃないかみたいな話とかは、まあ、このスマッシュ僕結構気に入ってて、そのスマッシュがどうとかっていうか、打った後結構こう躍動感あふれる動きできてるんですよね。僕なんか打った後、特にラウンド側で打った後が本当止まりがちなんで、今のは良かったな。まあでもフォアなんでね。でここカメラの画角があんま良くなくて、違うのラウンド全然映ってないんですけど、あとこのペアの青い子異常にうまかったんで上手い人とやるとちょっと早いラリーになるから、そのあやば追いつかないとって思うと、やっぱちょっとあのラリー自体も自分のね速くなってすごいいいなって思いますね。であとはそのペアに任せればいいやって気持ちになるはなるんで、そのちょっとあの無茶できるっていうか、いつもやらないことできるのがいいなと思いましてね。まあバドミントンの話はこんなもんですかねこれ皆さんは一体どういう気持ちで僕らの動画を見てくれてるんでしょうねちょっとわかんないですけど、たまに見られたりね、見られてなかったりするのと、あと僕とカズがそのバドミントンやんないで喋ってる動画の再生数マジ異常に少ないんで、だからそのやっぱ僕らにあの人っていうか人としてのこの需要がないんだろうなっていうのは、ひしひしと感じてますね、今。まあでも今ないだけで、その別にね、半年後、1ヶ月後とかでもね、その、そこでないかどうかっていうのはわかんないんで、もうその世の中の需要はね、その掴めないんで、僕らには。まあただ1年半やって思うのは、まあ今んとこないなっていうだけです。はい。まあそれがね、2人の動画も再生されるようになっていけばいいなっていう。なんでね、そのバドミントン以外にもこういうの見たいとかあれば、こういうの見たいとかあれば、別に僕らの動画で見なくたって、YouTube やんまほどあんだからそこで見るわって話ですよね。いや、しかしこの青い子めちゃくちゃうまかったんですよ。めちゃくちゃうまかったもんなぁ。羨ましい。やっぱ早いんすよね。うん、早い。動くの早いし、打つの早いし、前上手だし。うん、うめ。落ち着いてるし、あと背丈し、いいな。この背高いやつあるある、スタイルよく見えるやつあるあるなのかわかんないですけど、膝から下長いっすよね。なんであれ？マジよくわからん。よくわからんけど、膝から下長いとスタイルよく見える。わぁ、危ないね、今の。おーい。頑張ってます。いいね。なんか、この、今のスマッシュは良くないにしても、このラリーというか、このゲーム全体ですけど、なんか悪くなかったなって、今見直して思います。あ、こんな動画あったんだっていう。いつやったか覚えてないんですよね。この時、いや、いつだったっけかな、なんか、ほんと覚えてないですね。1ヶ月以上は絶対前なんで。そう考えると、これすごい昔に感じますけど、一月ぐらいだったら、相対して前でもないのかなっていう、まあ僕の36歳の感覚だと、そう思いますね。確かこれ見てる人、僕と同じ年代の人結構多かったはずなんで、1ヶ月前って、ああ、割と最近じゃんって多分思うと思いますね。高校生とかだと1ヶ月前って結構前の話だと思うんですけど、やっぱ体感時間どんどん変わってますね。そのマジ1年過ぎて新人の子が入ってくるのが異常に早いですもん。あーまた今年もってなって、僕自分が3年目とか4年目の時にその先輩見て、いやその俺らが何年目とか覚えてられないみたいな、そのやばくない記憶力とかちょっと思ったんですけどマジで、わかります、その気持ち。やっぱり、その、体感しないと人ってわかんないんだなと思いますね。このバドミントン中のラリーも早いラリーって、旗から見てたら別にできて当たり前で、なんでそんなとこでミスんのってラリー結構あるんですけど、いやもうその中にいないとわかんない。シングルスやった人なら、わかるかもしれないですけど、シングルスやるとコート異常に広いじゃないですか。ところがどっか皆さんがいつも YouTube で見る世界大会のあの、斜め上からの画角での、
その、まあ、僕世代なんで、リー・チョンウェイとか、リンダンとか、チェンロンとか、まあ、それこそタゴケンとかがね、シングルスやってる動画ってコート狭いじゃないですか。そのなんか、2歩で取れちゃうみたいな。あとその、スピード速いはずなのに、まあ、取れちゃうみたいな。結構ある。というか、その取れて当たり前というか、あの、そのラリー続くよね、みたいな。あ、今の入り方甘かったね、みたいな。その、ほんと、居酒屋で、おじさんが話してるみたいな、感じの見方になっちゃうんですけど、いやもう現実取れない。僕そのシングルスの動画出してないやつありますけど、いやまあひどいっすよ。まあひどい。まあほんと動けねえわ。マジでしんどい。そうなのでやっぱ現実とね、その見えてるもんってのは違うな。現実とっていうか見えてるもんも別に現実なんですけどね。だから自分が感じれる現実っていうのと、その見えてるだけのもんってのはやっぱ違うなっていうのは、ほんと体感としてバドミントンだけでも思うんで、他のことももっとたくさんあるだろうなと思いますね。てか俺よく見たら右上なんかこれ手書き風なのか、いやこれ手書きじゃないな、あの数はこんな字綺麗じゃないんで、絶対手書きだとしたらなんかそのフリートークの字がなんかバランス良すぎる。さすがにフォントだと思いたい。ああバカですね。ああいうの良くないですね。あれもう失敗した原因は明らかで、膝、腰から下が全然動こうとしてない。うん、すいませんね。急にバドミントン話戻っちゃって。そうそう、明日ね、今度一緒に大会出ようって言ってる子と同じ練習場所で練習してくるんで、それ結構楽しみなんですよね。昔よく行ってた練習場所で、上手な人も結構いるんですけど、最近なんか行けなくなっちゃってたんで、行けなくなっちゃってたっていうか、まあ、なんか参加方法が変わって、行かなくなったのかな、行きにくくなった、ん、うん。まあ、あとはもうなんか癖ですね。一回行ってた練習場所って、行かなくなると、まあまあ結構行かなくなるじゃないですか。遠慮くなるというか。あと参加方法が変わると、やっぱ行けなくなる。そのめんどくせえ。やっぱその辺も年取った弊害なんですかね。めんどくせえで行かなくなるのは。で、まあ明日はその、行ってる子から誘ってもらってるんで、楽でいいんですけど。そうだな。やっぱ上手な人とやる機会っていうのは増やさないと、自分よりちょっと上手いぐらいのレベル帯の人とずっとやってると本当にレベル上がってくんで、マジで。その、やっぱり、レベル帯によりますけど、少なくとも今自分がいるクラスよりは、そのラリーが速くなるんですよ。絶対レベル高いと。その、多分どこまで行ってもそうだと思いますよ。ラリー遅くなることなんか、レベル上がったら絶対ないと思うんで。その展開がですね、その、まあ、打球が速いとかも当然ありますし、精度が高いとか、ラリーが終わんないもあると思うんですけど、その速くなる、ほんと。いろいろ。だからそれに追いついていくだけで、その速い動きに対応する体と、まあ、筋トレみたいなものなんでね、バドミントンなんか。あとはその、メンタル、心の準備が、両方、フィジカルとメンタルでね、準備できてくるんで、ただやってるだけで。だからいいなと思いますね。まあ、ああいうのもちゃんと沈めれるようになるでしょう、きっと。なっていかざるを得ない。その、ある程度ちゃんとやろうと思ったら。すごいね、最後。最後じゃないのかな。最後じゃねえな。あれ？アウト？いや、なんか、終わったみたいな感じだったの。そうそう、そんな感じでね、明日、また新しい元々行ってた練習場所、懐かしの練習場所行ってくるんでね。楽しみだなという感じです。一時期ね、その練習回数減っちゃってたんですけど、また最近増えてきて、ちょっと上手くなろうよく出てきてるんでね。こいつマジで上手いな。こいつじゃねえわ。この子めちゃくちゃ上手い。あー、今の俺が取ってなかったかも。ういー。あいつ、青い子上手かった。ありがとうございました。お疲れ様です。動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメントはすべて返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。